めっちゃいいにおい。ありがとうございます。注文を受けます。10番ですか？はい、10番です。10番はい、スマッシュバーガー。10番です。奈良県の若草山の山焼きをみんなで見ようという無料のイベントが今日ありますということで向かっております。前回ね、焚き火を見る会に行ったんですけど、見てない方の動画を見てください。こちらの動画、はい、焚き火を見る会に行ったんやけど、中止で薪ストーブを囲む会みたいなレアなイベントに参加したっていう動画ですね。はい、そこでね、この話してると思うんで、ぜひ見ていただければなと思います。年越しキャンプね、残念でしたけど、まあ今日ね、昨日そこ、あ、もう着いた、連絡入れてドローン撮影の許可を追い分けオーナーさんにいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。おお、早っ、もう着いたわ。あっという間に到着でございますね。うちバイクやねんけど、どこに止めていいかな。バイクはバイここ止めていいやろ、勝手に。知らんけど、くそ重たいバイク、くそ脳で重たいねん。重たいバイクを端っこに寄せて、いいんちゃう？到着。いいやろ。OK、到着です。ドローン飛ばしました。はい、キッチンカー来てます。ちょっと見ましょう。このねこれ売ってるみたいですよ。これ売ってるんですか？100段バーガーやろうか。すごいな。何段やったっけあれ？この前10段いきました。へえ、すごい。すごいね。中ちょっと見せてもらいましょう。おお。おお、すごい。ちょっとこっち行こう。あ、めっちゃいい匂い。へえ。このね、この鉄板がすごいですよね。はい、この間作る、はい、見ました。ハンバーガー用の、バーガー用専用の鉄板。裏側です。
どこだ、映った、映った、はい、スマッシュバーガー、あ、まだまだ、はい、スマッシュバーガーです、はい、スマッシュバーガー、いいっすね、すいません、27番の方おられますか、27番の方おられますか、スマッシュバーガーです、こちらはちょっと肉余ってたんで、ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、いやー最高やね、スマッシュバーガー、すごーい、食べさせやのに、見てみた、かわいい、あ、そうだった、これ煙突伸ばしたらね、テントの中でも使えるのか、これこれこれ温まります、まだここまで頑張ったことない。ねえ、かわいい。手、この大きさよ。こんなん初めて見た。すごいな。キャンプファイヤーですね。めちゃくちゃあったかいね。めっちゃいいよ。ありがとうございます。スマッシュバーガーお願いします。はい、ありがとうございます。どれぐらいできます？すぐできます。1分ぐらいで。わかりました。はい。今ちょっとカメラの電池だけ変えてきます。10番。はい。10番です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 。はい。ありがとうございます。あとはい。10番ですか、はい、10番です、10番、はい、スマッシュバーガー10番です、はい、10番、はい、ありがとうございます、10番いただきました、はい、800円ですね、はい、はい、はい、100円いただきます、ありがとうございます何この絵、なんと親切な、親切な、はい、200円です、はい、200円、はい、はい、どうぞ、今日はね、これね、はい、一応、はい、新作のバンズですね、はい、あ、バンズが新しい、食パン生地の新しいバンズ使ってます、はい、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます、いただきます、やった、やった、めっちゃ腹減ってて、やった、ゴーバーガー、ゴーバーガー、やったぜ、いただきます、うまい、めっちゃうまい、僕もハンバーガー屋さんやりたい、おいしいわ、キッチンカー欲しいわ、依頼したら僕のイベントにも来てくれはるっていう話なので、また頼んでみようかな、めっちゃ美味しい、めちゃくちゃ雰囲気良くなってる、なんとおうどんいただきます、うおスイーピーさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、いただきます、すごい、キャンパーのおっと
ました。北畑畑迷路迷路迷路の船畑やけど迷路の船で迷路スタートがあってゴール、そう、まあ言うたらね、まあ、言うたら迷路を畑の迷路を作っておられる、はい、あだ名あります？千尋ちゃんと里めぐさん、はい、あのまた機会があれば撮影させてもらいます。今度ひょっとこだんと会えて、あ、映ってない光がね、かずきさん、どうもです、かずきキャンパーです。見えてないね、かずきさん。僕、名前間違えて、わきさんってこの間言ってましたけど、かずきさん、かずきキャンパーです。はい、申し訳ないです。全然いいですよ、気にしない。もう僕の中ではわきさんなんで、あのまたわきさんって呼ぶと思うんです。全然 OK です。あの、素晴らしい場所で撮影させてもらってありがとうございます。いえ、こちらこそ。山焼きの会、山焼き、山、山山焼きを見る会、山焼きを見る会に、でした。焚き火を見る会は中止となって、会は中止になってストーブを囲む会、レアなね、あれ行ってで年越しでねキャンプして、で今回山焼きを見る会に参加しまして、もうこれだけでもすごいね、あの皆さん気楽に話してくださって、夕食楽しみにしてますよっていう話もあって、ほんまあの皆さんありがとうございます。で今回ね、山焼きを見る会についてで出会った方々、 YouTube であのチャンネル登録してくださった方、本当ありがとうございました。しばらくちょっと僕は追い訳に来れないかもしれないですね。でもちょっと面白いことをまたこれでできるんちゃうかなっていうふうに思ってます。何か面白いことがねできたらいいのになったら思ってます。今ね、あのハイエースで帰られる方はなんとですよ、 SSTR 参加されてる方で、しかもナンシローさんのこともご存知で、一緒にね写真撮ってはる画像を見せていただきました。で僕ナンシローさんの、 あの公認候補やってますって話したら、あのご存知じゃなくて、そらそうやっていう話じゃないけど、はい、あのちょっとあのねナンシーさんの話で盛り上がりました。まあ、そんなね、こんなほんま、ね、世の中狭いですね。元のね状況の話もちょっとね、あの話させてもらいましたけど、またね SSTR とね、なんだかの形でね、僕も復興支援に関わっていきたいなと思ってますんで、では最後までありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしく。バイバイです。